け、ローチ。ここがケージにあったオマートンだ。だが妙に静かだ。指揮官。人の気配がない。何か邪悪なものがいる。そして後から指揮が現れた。体は指揮に引きちぎられている。だが何に殺されたかは分からない。剣による傷だ。火がまだ燃えている。まだそれほど時間は経っていない。ベレンの住人にしては裕福だな。レーシェンの頭、鋭いナイフで切り落とされている。はあ、どうやら誰かに先を越されたようだ。内臓まで切り開かれている。飼い主を守って死んだのだろう。最初の一撃で大動脈が切られている。次の一撃で大腿動脈、即死だな。抵抗はしていないようだ。刃は彼女の背中、椎骨の間を貫き、脊髄を切断した。動けなくなり、出血多量で命を落とした。戦うことなく命を奪われている。ひどいものだ。口ひげにふっくらした頬。身分の高いものか。死因は刺し傷。刃が肋骨の間を通り心臓まで届いている。何か持っている。切れた銀の鎖。誰かから奪ったものか。クソ、止まれ。人形、それに子供の足跡。よし、見つけた。心配するな。傷つけるつもりはない。落ち着け。少し話が。誤解だ。俺は猫の目、あいつと同じ。同じ？あいつよ、みんなを殺した悪い人よ。そいつは剣を2本背負っていたか。知らない。いいからどこかに行って。もういいだろう。何が起きたか教えてくれ。分かった、教えるわ。この辺りの森はお化けに取り憑かれていたの。だからソベミルおじさんがウィッチャーを呼ぼうって言ったの。それであなたみたいなウィッチャーが来た。でも悪そうな目をしてた。お化けの頭を取ってきてくれたんだけど、ソベミルおじさんはなぜか怒ってた。大声で言い合ってたの。みんなで悩みに行って、そしたら
うん、それで？わからない、叫び声が聞こえた。そびみるおじさんのみんなの声。それでそのウィッチャーは血だらけで納屋から走って出て行った。それからあの人が、よく言ってくれた、ありがとう。どうするんだ、近くに家族はいるのか？おばさんがオレトンに住んでる。そこまで連れて行こう。だが先にその悪党に会ってくる。この人形はお前のものだな。そいつと一緒に待ってるんだぞ。いいな、すぐに戻る。階段に向かったのなら、そこから探し始めるとしよう。階段か、調べてみよう。足跡、ほとんど見えないが、例の男に違いない。血の手形、傷口を手で押さえていた。滑って体を支えるために手をついたのか。来いよ。落とし物だ。わざわざメダルを届けに。助かるよ。まだまだ同志たちの結束は強いらしい。ああ、だがその評判が危機にさらされている。あの惨劇は語り継がれることになるぞ。この仕事にはつきものだろう。我々にはよくあることだ。なんだ、まだ何か言おうか。少し話をしよう。それから考える。座り。断る。さあ話せ。オナートンで何があった？言われなくてもわかるだろう。レーシェンを片付けた俺にいくら払おうとしたと思う？なぞなぞに答える気分じゃない。退屈そうな野郎だと思ってたんだ。12だ。信じられるか？たったの12食らうんだぞ。霊薬の材料費にしかならない。いくらの約束だったんだ？その数倍だ。だがいざ支払う時になってる。想像がつくだろう。お願いです。子供が飢えていて、戦争が、神のお慈悲をとかなんとかさ。まあな。だが殺す理由にはならない。話は終わってない。俺は金が用意できなければレーシェンの方がマシだと思わせてやるとやつらに伝えた。そうしたら長老が急に態度を変えていったんだ。ウィッチャー落ち着いてくれ。ここにいる皆で納屋に金を隠してやる。男爵に奪われないようにな。さあこっちへってな。俺は信じた。そして一人が俺の気を引いている間に他の奴が熊手で背中を刺しやがったんだ。それで村人全員を始末することにしたのか。お前ならどうした？
裁判官に苦情でも申し立てるってのか。認めるよ、ついカッとなって。思わずな。クソみたいな報酬には慣れてる。仕事が終わったら唾を吐かれたりするのも日常茶飯事だ。だがスークラウン欲しさに命まで奪おうとするか。そんなクズどもを守らなきゃならないのか。それで剣を抜いた。収める頃には地面は血まみれだった。なぜ少女を生かしておいた。それは関係ないだろう。関係なくてもいい、答えろ。妹に似ていたんだ。俺が猫竜派に連れて行かれる直前に見た妹の姿にな。今はどうしてる。10年ほど前に死んだ。寿命さ。さて、ウィッチャー同士で腹を割って話ができたわけだが、どうするよ。お前の行動の良し悪しは俺が決めることじゃない。それだけか。説教は改心すると誓わせなくていいのか。俺はブラビケンの殺し屋と呼ばれているが、それなりの理由があってそう呼ばれている。時として血は流れるものだ。待て。俺はあのクズどもとは違う。お前には借りができた。ほら、財宝の隠し場所への行き方だ。好きなものを持って行け。助かる。いいんだ、幸運を祈るぞ、狼よ。風が唸って他の何かに見つからないうちに子供の元に戻るとしよう。助けて、どうか助けて。白髪のウイボラのくせに次だ。やっちまえ。そこに知るがいい。大丈夫だ。それにあの男はもう大丈夫だ。それでおばさんのところに連れて行ってくれるの。ここにはいたくない。そうだな、行こう。ねえ、あの肩に乗ってもいい。髪の毛を引っ張らないと約束できるならいいぞ。約束するわ。それなら乗っていいぞ。悪い子ね、こんなところでどうしたの。村のみんなが、だから、私。俺が説明する。あっちに行って少し遊んでいてくれるか。オナートンで惨劇があった。あの娘以外に生存者はいない。そんな、何があったの。盗賊の襲撃。いや、別のウィッチャーの仕業だ。村人がそいつを怒らせた。噂は本当だったのね。あなたたちはみんな残酷な人殺しなのよ。例外はいる。
あの子を頼めるか。正直なところ、あなたが連れて行った方がいいくらいよ。なんだと、俺を人殺して呼んでおきながら子供を預けたいのか。あの子にひもじい思いをさせないで済むでしょ。自分の孫が4人いるの。昔は6人だった。去年の冬2人亡くしたわ。木の皮のスープだけじゃ生きていけない。これを食べ物にだけ使え。もし戻ってきて酒を飲んでいるのを見つけたら。こんなに神のご加護を何度お礼を言っても言い足りないわ。そろそろ出発する。もう？あ、どうしてなの？ウィッチャーの運命だ。常に旅をしなくちゃいけない。いつかまた会いに来てくれる？ああ、達者でな。ミリー、こっちに来て。小麦粉を買っておばさんがパンケーキを作ってあげる。どうかしら。フォグレット、グール、グレイブハグ、どうして金に換えなかったんだ。その時の依頼人もあの男をごまかそうとしたのかもしれないな。